ジョン・オシェイ、ジョン・フランシス・オシェイ、1981年4月30日イ、はアイルランド共和国ウォーターフォード出身の元サッカー選手、元アイルランド代表、現役時代のポジションはサイドバック、センターバック及び守備的ミッドフィルダー。2001年のクロアチア戦で代表初出場を飾って以降90試合以上に出場し2003年の オーストラリア戦で初得点を挙げている。また、論争となった 2010FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のランス戦で敗れたメンバーの一人で、あり、UEFA ユーロ2 0 1 2の出場メンバーだった。ウォーターフォードに生まれた、オシェーは17歳の時にマンチェスターユナイテッド FC に入団すると、AFC ボーマスとロイヤルアントワープへの期限付き移籍を経験し、 復帰後は、競合クラブで公式戦に約400試合に出場する中で、プレミアリーグ5回、FA カップ1回、フットボールリーグカップ3回、UEFA チャンピオンズリーグと、FIFA クラブワールドカップと数多くのイトルを獲得しており、デニス・アーウィン、ロイ・キーン、スティーブ・ハイウェイに肩を並べるほどの成功を収めた。絶対的なレギュラーではなかったものの、控えでも腐らずに、 様々なポジションでプレーする姿は、ファーガソン監督から称賛され、アーウィンのような隠れた英雄と評された。故郷のフェリーバンク AFC でプレーしていた、オシェーは、14歳の時にクイーンズパークレンジャーズ、FC のトライアルを受けて4年契約を提示されたが、両親の意向によって国外へ移動することはなく、国内のウォーターフォードボヘミアンズ FC へ移籍した。 1998年に UEFAU-16 欧州選手権での優勝に貢献したことがマンチェスターユナイテッド FC を指揮するアレックス・ファーガソン監督の弟のお眼鏡にかなってスカウトされプロ扱いとして3年契約を締結する。なお、同時期にセルティック FC の下部組織への移行の可能性が限りなく近かったが、 スコティッシュプレミアリーグの競争力の欠如から、ユナイテッドを選択している。ユナイテッドでの下部組織では、当時ミッドフィルダーとセンターバックを務めており、ルーク・チャドウィックと切磋琢磨し、1999年にビラパークでのフットボールリーグカップのアスンビライフシー戦でトップチーム初出場を飾った。その後、出場機会を得るため、2000年1月に、 フットボールリーグ2の AFC ボーンマスへ貸し出されるとリーグ戦10試合に出場し監督から彼の完成度の高さと結出した能力は目を見張るものがあったかつてリオ・ファーギナンドとマイケル・デュベリーがジョンと同じく19歳の時に在籍しいたが両者を上回ると思うと称賛されるほどのプレーを見せたしかしボーンマス復帰後はリーグカップの出場のみに制限されていたため 2001年1月からは、定型関係にある、ジュピラー・プログのロイヤル・アントワープ FC へ、同僚のと共に貸し出され、シャルルロワ SC 戦で、初出場を飾った。2001年11月のリバプール FC との、ノースウェストダービーで後半からついに、プレミアリーグ初出場を飾り、12月8日のウェストハム・ユナイテッド FC 戦では、ウェズ・ブラウン、ロニー・ヨン戦、 ローラン・ブランと相次ぐ守備陣の負傷の影響からガリー・ナビルとセンターバックを務めてリーグ戦初先発出場をした。以降は両サイドバック、センターバック、ミッドフィルダーを務められる汎用性の高さからトップチームに定着すると翌2002から03シーズンは左サイドバックとして定位置をつかみつつセンターバックとしても無難に務め レギュラーとして公式戦52試合に出場した。また、UEFA チャンピオンズリーグ2002から03で、ユベントス FC 戦やレアルマドリードといった、競合相手にも起こされ、コネキで、ルイスフィーゴを抜き去るプレーを見せた。2003年8月28日のウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦では、昇格組相手に苦戦する中で決勝点を挙げて、チームを救ってる。 2003から04シーズンはミカエル・シルベストルがセンターバックに集中したことでお姿勢自身も本格的に左サイドバックのレギュラーとして起用されることとなり2004年3月9日の UEFA チャンピオンズリーグ2003から04ベスト16代2戦での FC ポルト戦ではライアン・ギグスとの連携から抜け出してから正確なクロスによって ポールスコールズの得点支援する活躍こそ見せたが、全体的には、昨季のプレイレベルを維持できず、首相のロイキーンから批判を浴びていた。2004から05シーズンに、アルゼンチン代表のガブリエル・エエンセが加入してくると、ファーガソン監督から、セントラルミッドフィルダーや、センターバック、右サイドバックと、様々なポジションでの起用を言い渡されており、実際に、 左サイドバックの定位置を失い、2004年9月20日のリバプール戦で、シャビアロンソのフリーキックをスティー・フィナンが頭で落とした際のボールが足に当たり、オーンゴールとなると苦しい時期を時期を過ごしていた。10月のミドルズブラ FC 戦でシーズン初先発出場をするも、以後なかなか先発での起用がなかったために、対談の憶測が流れるまでになっていたが、 苦境にありながらも残留を明言した。その後も先発出場こそ多くなかったものの、持ち前の汎用性の高さから一定の出場機会を得、2005年2月1日にライバル関係にあるアーセナル FC 戦では、相手 GK、マヌエル・アルムニアの頭上を越すチップキックで得点を上げる活躍を見た。2005から06シーズンは、レギュラー選手ながらもポジションが不定だった。 前半戦では負傷したガリー・ネビルとエインセの代役として両サイドバックを務めており後半戦ではロイ・キーンとフィリップ・ネビルの遺跡アラン・スミスとポール・スコールズの負傷によって中盤が不定したためセントラルミッドフィルダーを務めるようになりダレン・フレッチャーやウィングから転向したギグスと連携を築いたなお2005年10月14日に契約を2009年まで契約延長をした 2006から07シーズンは、新加入のマイケル・キャリックが負傷していたことで、開幕から数試合にセントラルミッドフィルダーとして、先発していたが、キャリックの復帰に伴って、機えに回り、守備固めや怪我人の穴埋めとして、後半に交代出場するという起用法が増えていった。そして、いつものように途中出場した2007年2月4日の、トッテナム・ホット・スパー FC 戦では、 相手 FW ロビーキーンとの衝突した際に花を骨折した GK のファンデルサールに代わり、ついにゴールキーパーを務めるまでに至った。これは交代枠3枚すべてを使い切ったための苦肉の策だったが、ファーディナンドのパスミスからロビーキーンとの1対1を作られる危険な場面でシュートを止めるープレイでチームの完封勝利に貢ぎし、ファンから称えられ、 アイルランドのナンバー1と歌われた。試合後に、オシェイは無失点に半分は貢献したから、控え室に戻った時に、エドウィンに無失点ボーナスをもらってるかどうかキーよと、冗談めかして語っており、ファーガソン監督もロビーキーインを防いだプレイや、コーナーキックをパンチングで引いたプレーに賞賛を送りつつ、その姿に、ジョンの新たな愛称は猫だとこちらも冗談めかして、語っていた。 それから1ヶ月後のリバプール戦で、クリスティアーノ・ロナウドのフリーキックを、ホセ・マヌエル・レーナが見、損ねたところをシュートを放ち、王座奪還に向けて、重要な決勝点を挙げると、4月7日のポーツマス、FC 戦で、オーレグンナースール・シャールのシュートを、リビ,ビット・ジェームスがつかみねえたところで得点を挙げ、さらに4月28日のエバートン FC 戦では、2点を追いかける苦しい展開の中で、 ギグスのフリーキックをイアインターナーが掴み損ねたミスをつく得点を挙げてを短い出場時間も相まり同シーズンの試合で放った全てのシュートが枠内に飛ぶ精度を誇りそのうち8割がゴールマウスを割っていた2007から08シーズンも昨季同様に途中出場が主であったが試合の大勢が決した後半に投入される形で数多く出場し 2007年8月12日のレディング FC 戦では負傷したシルベストルの代わりに途中出場すると先に負傷でベンチに退いていたウェイン・ルーニーが務めていたフォワードの位置で起用されついにゴールキーパーを含むすべてのポジション任明かされる汎用性の高さでリーグ戦と UEFA チャンピオンズリーグ2007から08の2冠達成に貢献。また 9月26日のフットボールリーグカップ4回戦でのコベントリーシティ FC 戦では1999年の初出場から出場129試合目にして初めてキャプテンマークを渡されるとチームにとって不可欠な選手として評価され11月23日に契約を2012年まで延長することに成功した2008から09シーズンも控え選手としての スタートであったが、前半戦はパトリス・エブラの負傷により左サイドバック、後半戦はガリー・ネビルとブラウンの負傷により右サイドバックとしての出来回を増やした。その一方で、自身も負傷したため、その間に対等したラファエルとのポジション争いによって、絶対的な地位をなかなか確保できない時期がありながらも、最終的に公式戦54試合に出場。 うち42試合で先発し、2009年1月20日にリーグカップ準決勝、第2戦のダービーカウンティ FC 戦でシーズン初得点を挙げ、リーグカップ決勝では76分にネマニャビリッチに置き換えられるまでプレーして優勝に貢献した。また UEFA チャンピオンズリーグ2008から09では4月29日の 準決勝第一戦でのアーセナル戦で決勝点を挙げて決勝進出に貢献し決勝の FC バルセロナ戦ではゼロの2で敗戦となったものの90分フル出場したオシエ個人のパフォーマンスは沢のメディアから支持された。なお決勝戦を前にしてファーガソン監督は誰よりも活躍し常に安定したパフォーマンスを見せてきた。 先発起用に値する選手と表し、教えを先発起用させることを明言していた。2009から10シーズンは、バーミンガムシティ FC との開幕戦で2度目のキャプテンマークを巻き、ユナイテッドでの公式戦出場数350試合目と、なった2009年9月25日のストークシティ FC 戦で得点を挙げて、記録に花を添える、最先の良いスタートを切ったが、 11月18日の代表戦で太ももを負傷すると、それから1ヶ月後も回復の見込みがなく、2010年1月には決戦の問題による石灰化の恐れから服が絶望しされ、最終的に4月のブラックバーンローバーズ FC 戦まで復帰を待たなければならなかった。その後、2011年5月4日に UEFA、 チャンピオンズリーグ2010から11準決勝のシャルケレイ4、戦でもキャプテンマークを巻いた、オシエーは、同2010から11シーズンを最後に公式戦3 9 3試合に出場したユナイテッドを退団することとなった。2011年7月7日、同僚ブラウンの後を追うように、かつてマンチェスターユナイテッドで首相を務めた。 スティーブ・ブルース監督率いるサンダーランド AFC と4年契約を締結した。定期的な出場時間を求めて加入したサンダーランドでは2011から12シーズン開幕前の親善試合初戦のアルミニア、ビーレフェルト戦で負傷したことで残りの親善試合を欠場し、さらにハムストリングの問題から開幕戦を逃したが8月27日のスウォンジーシティ AFC 戦で 初出場を飾って、以降、リーカッターモールが、不在の場合に首相を務めるほどに信頼されていた。また、ブルース監督がウォシエイの最適の位置を、右サイドバックとして見定めていたこと右、サイドバックとして起用されつつ、マーティン・オニール監督が就任してからは、タイタス・ブランブルの負傷の影響により、センターバックでも起用されて、マイケル・ターナーとコンビを組んだ。 翌2012から13シーズンは、シーズン前に、オニール監督から新加入のカルロス・クエジャルとのコンビで、センターバックとして起用されることが明言されたように、実際にセンターバックで固定され、12月29日のトッテナム戦では移籍後初得点を挙げ、2013年5月6日のストーク戦で、フットボールリーグチャンピオンシップへの降格危機器にある、 中で貴重な銅にして移籍後に得点目を挙げている。翌2013から14シーズンは、パオロディカーニオ監督の下で首相を任され、負傷から復帰してきたブラウンとセンターバックのコンビを務めることになったが、昨季同様に苦難のシーズンであった。開幕から1分いっぱいで迎えた3試合目の8月31日のクリスタルパレス FC 戦では、ドワイトゲールへのタックルで、 デッドカードによる退場処分となって上り組相手に敗戦し、ディカーニョ監督から制裁を欠いたプレーを公に批判された。その後も勝ち星を獲得できずにディカーニョ監督は解任され、グスタボ・ポジェ監督が就任しても苦しい戦い強いられたが、最終的にプレミアリーグ残留となっている。2018年6月7日、サンダーランドを退団し、 レディング FC に加入することが発表された。2001年8月上旬、センターバックの一番手、ギャリー・ブリーンとの両名が負傷した影響から、ミック・マッカーシー監督により2002 FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のクロアチア戦へ向けて、アルランド代表に招集され、15日の同試合で、ギャリー・ケリーに代わって83分から初出場を飾ったが、ボールをクリアする際に手で触れて、 ペナルティーキックを与えてしまい、試合終了間際にダボールシューケルの PK で追いつかれる苦いデビュー戦となった。その後、リチャード・ダント・センターバックのコンビを組むだけにとどまらず、汎用性の高さから両サイドバックでも起用され、2003年8月19日のオーストラリア戦でイアンハートのフリーキックから代表初得点を挙げた。また、 2005年10月の 2006FIFA ワールドカップヨーロッパ予選でのスイス戦ではセントラルミッドフィルダーを務めた。ジョバンニトラパットに監督就任以降もセンターバックやサイドバックで起用されて 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選で10試合中8試合に先発し2009年1月のイタリア戦では開始3分にジャンパオロッパッチーニから肘打ちされて出血をしたが 治療を受けて90分フル出場している。2012年8月のセルビア戦で首相を務める。2013年10月15日の 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のカザフスタン戦で代表を2得点目にして公式戦初得点を挙げた。2014年10月14日の UEFA ユーロ2016予選ドイツ戦で代表通算百0 0試合出場を達成。 終了間際に同点ゴールを挙げチームを引き分けに導き、試合後にはとても特別な瞬間だったと語った。2010年6月にイボンヌマニングとキルデア州の協会で結婚式を挙げた。国際 A マッチ118試合3得点、2001年から2018年、通算1183、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。